皆さんこんにちは、私たち3人でケルトの風と言います。アイルランド音楽をやっています。アイルランド音楽っていうのは、皆さんの指定曲っていうわけでもないんですけど、音やリズムを楽しんで聴いていただきたいと思います。1曲目は、17世紀ハープの吟遊詩人オキャロランさんの、2曲フライングメアリー、ミセス・マックスワルです。Thank you.
と次の曲はですね、映画タイタニックの中に、主人公たちがアイリッシュダンスを2人で踊るシーンがあるんですけども、そのダンスシーンの、ダンス曲を2曲続けてお聴きください。リズムを取りながら聴いてほしいと思います。
それではここで楽器紹介をします。まずこれなんですけど、何だと思いますか？そうです、バイオリンです。はい、バイオリンとほとんど同じなんですけど、民族音楽とか、例えば私たちがやってるアイリッシュ音楽とか、あとブルーグラスとかカントリーとかの場合は、バイオリンをフィドルというふうに呼んでます。で、例えてよく言われるのは、バイオリンは歌う、フィドルは踊るっていうふうに言われてて、そういうリズミカルな感じが出せればいいなと思って、私も日々努力してます。以上です。はい、こんにちは。これは、笛ですね。あまり見慣れない笛だと思うんですけども、名前はティーンホイッスルと言います。ティーンホイッスルのティーンは、ブリッキー。という意味です。昔はですね、ただブリッキーを丸めて穴6つしか開けないんですけど、6つ開けただけの楽器でした。お安い楽器だったんですね。なんかみんな手頃に楽しむ楽器だったようです。それでティーンホイッスル、名前覚えてください。でもこれはティーンホイッスルなんですけど、材質はアルミです。アルミだけどティーンホイッスル、覚えてください。私の楽器はこれはアイリッシュハープという楽器です。34本弦があります。で、メロディーも伴奏も弾くことができます。で、赤い弦がド、青い弦がファで、ピアノのとこっていうところの白い鍵盤の音の分だけの弦があります。で、シャープやフラットを作るときはここに一つの弦に一つずつフックがついていて、これを動かします。上げるとというふうにシャープとか作ることができるんですけど、曲が始まる前にだからこうパタパタと次の曲の調に変えて始めるみたいな感じです。アイルランドには古くからある楽器です。はい、で私ハープ教室を後ろでやってます。それでは次の曲です。ランクインザモーニングっていう曲なんですけど、これもジグというリズムのです。ラークってひばりのことです。朝ひばりが鳴ったら、朝のひばりっていう題名です。はい。はい。Thank you.
ちが住んでると言われている、国です。この妖精の曲、ちょっと不思議な感じ、お聴きください。Thank you.
存知だと思います。ダニーボーイ。